なんか小野田君議員の愛国心に関する発言が話題になってるみたい。まあその発言は、ラッドウィンプスの日の丸が炎上した時の発言なんだけどね。ではそんな、小野田議員の愛国心に関する発言を聞いてみて。先駆け、小野田君さんのおっしゃる通りです。そもそも愛国がけしからん自体が意味がわからないんですけども、君の名は大ヒットしましたね。全然前世とか歌ってらっしゃったラッドウィンプスさん、日の丸という歌を作られました。歌詞を読んでみても普通にこの国が好きだっていう、みんなで一つになろうっていうような歌だなと思うんですが、例えば日出る国が愛国的だとか、聖徳太子の時から日出る国の天使って言われてるけどなとかいろいろ思うんですけれども、歌詞の節々を取ってこれは愛国の歌だとけしからん、そもそも愛国がけしからん自体が意味がわからないんですけども、すごい炎上しまして謝罪に追い込まれました。この歌は発表する前に彼がですね、日本に生まれた人間としていつかちゃんと歌にしたいと思っていました、僕はこの国のことを右も左もなく歌いたいと、自分が生まれた国をちゃんと好きでいたいと思っています、好きと言える自分でいたいし、言える国であってほしい、決してどこを見ても侮辱的な言葉であるとか差別的な言葉であるとか何かを批判するようなことっていうのは一つも入ってないんです。ただただ愛しい誇らしいその思いを言っただけでけしからんと言って叩かれて謝罪に追い込まれる、表現の自由の国どこ行った。めっちゃ正論だよね。正論というか、小野田議員は日本人として至極当たり前のことを言ったまでなんだけどね。そもそもなぜラッドウィンプスの日の丸があそこまで批判されなきゃいけなかったんだろうね。ラッドウィンプスは謝罪にまで追い込まれたし、本当に意味がわからないよ。ちなみに炎上の火付け役は朝日新聞で、その当時朝日新聞がラッドウィンプスの日の丸について軍歌のようだ、戦争を想起させる、愛国的であると悪意ある印象操作を図ったことから炎上に発展したんだよね。ほんと朝日新聞って害悪そのものだよね。早く潰れてくれないかな。ネットではこれ叩いた人誰なの、どこの国の人よ、あれなんで謝罪だったんだろうね。ほんと謎、本気で意味がわからん。小野田君さんの言う通りです。なんで自分の国を好きだと言って、けしからんと謝罪に追い込まれなきゃならんの？誰が謝罪させたの？理由は何？全くでありますな。これは本当にそう思います。愛国心いいじゃないですか。けしからんと言ったやつは、日本人ではないことが明白。ではなぜ言ったのか。それは公平的ではないから。在日売国奴どもにとっては、日本国出身の日本人がどうしても許せなくて、こんなん差別的だ、日本人だけ優先的なのはけしからん、と、よく言った。小野田議員は理想の国会議員です、などの声が上がっているみたい。では最後に、左派マスコミやおぱよが大嫌いな君がよう、みんなで聞いて終わりにしよう。先駆け。君が代は世界で一番短く世界最古の素晴らしい日本の国歌です。日本の誇れる国家、君がよ。心に染み入るものがあるよね。これからも多くの日本人で君がよを守っていこう。君がよ GG。